この分科会だとか医師会の人、消費税廃止、今後、言うか言わないかで、あなた方の本気度がわかります。ファミのそこちゃん。ファミの5回です。いやー、昨日、佐世保から帰ってきました。それでですね、まあ、いろいろ佐世保で、まあ、今回いろいろ、今までもいろいろ旅の動画上げてきましたけども、今回一番多く動画撮ってきました。で、後日、もうおそらく来週ぐらいからだと思うんですけどね、まあ、ぼちぼちとアップしていきたいと思います。今回かなりディープな動画も結構撮れたんでね、まあ、乞うご期待ということで、まあ、今しばらくお待ちください。でですね、今日はですね、私、先立っての動画でも何回も言ってますけども、その水際作戦ですよね。この新型肺炎の蔓延を抑えるための水際作戦。まあ、外国人のその受け入れを、まあ、禁止。禁止して、それでまず水際作戦強化、するのがやっぱり一番いいかなと。まあ、それも急務だというふうなこと、言ってきました。でですね、もう、先立っての動画でも言いましたけども、その水際作戦、やることはやるけども、まあ、2週間の隔離期間を置くとか、まあ、いろいろあります。ありましたけどもね、ビジネス往来に関しては、その2週間というその、隔離期間置かずに、もう、置かずに、すぐ、入国できる、受け入れるというような措置、を講じるというふうなふざけた、まあ、そういう政府の記事、動画にアップしました。でですね、ようやくその政府、日本政府、重い腰を上げて、それもいかんなということで、そういったもうビジネス往来も含めた日本国内に入ってくるその人たち、原則受け入れないという、措置を表明しました。という記事なんですけども、これ NHK のウェブ版ですね。まずそれプラス、さらに、強化、水際作戦、強化するということなんですけども、まずは、これは1月13日。おとといですか。おとといの NHK のウェブ版なんですけども、ちょっと読んでいきますね。変異した新型コロナウイルスが各国で確認されていることを踏まえ、政府は11の国と地域で実施しているビジネス関係者らの往来を停止する方針を固めたということなんですよね。いわゆるビジネス往来停止するということなんです。まあ、停止するっていうことはもう原則入れないってことなんでしょうね。もう入れない。隔離期間2週間後に入れて入るよということではなくて、もう門前払いするということなんでしょうね。そういうふうに解釈できます。で、これにより特段の事情を除いて、外国人の日本への入国が全面的に制限されることになります。まあ、感想は後で言います。でですね、まあ、こうした中、緊急事態宣言に伴い、入国制限措置も強化する必要があるとして、変異したウイルスが確認されたかどうかに関わらず、11の国と地域で実施しているビジネス関係者らの、往来を停止する方針を固めましたと。まあ、これにより、親族の葬儀や出産などの特段の事情を除き、外国人の日本への入国が全面的に制限されることになりますということなんですけどもね。で、これはおとといのニュースです。で、さらに昨日の NHK のウェブ版で、またさらに新たな、なんていうかな、水際、強化対策、取られることになりそうです。これはその、昨日の、NHK のウェブ版なんですけども、こんなこと書いてありますね。政府は14日からビジネス関係者を含む外国人の入国を原則として全面的に制限した上で、すべての日本人と在留資格を持つ外国人に対して、入国後14日間は公共交通機関を利用せず、自宅や、宿泊施設で待機するよう制約を求めてますと。制約を求めてます。でですね、また、スマートフォンの GPS 機能などで位置情報を保存し、保健所などの依頼があれば提示することも求めるということですと。で、これらの制約に違反した場合、検疫所が用意した宿泊施設に留め置かれることがあるということですね。さらに、氏名や国籍の公表に加え、外国人の場合は在留資格の取り消しや強制退去処分を受けることもあり得るということですと。まあ、誓約書を提出しない場合は、宿泊施設などで14日間待機するよう検閲所が要請するということなんですけども、結構厳しく出ましたね。結構厳しく出ましたね。
だからその全ての入国する日本人、あるいは在留資格を持つ外国人にも14日間、まあとりあえずは、自宅で、まあいろと。まあ公共のその交通機関利用しないで自宅とか宿泊施設でまあ待機するようと、しろと。まあ制約するんですよね。制約書を求めるんですよね。制約書を書かせる。そして今度はもうスマートフォンの GPS 機能などで位置情報を保存すると。政府の方で保存するんですよ。まあ政府、まあ保健所というか、そんな感じですね。で、保健所などの依頼があれば、それ、スマートフォンの GPS だとか、そういう位置情報のその表示を提示することも求められるということですね。で、こういうふうな制約書かされるんですね。で、これ違反したら、今度は、もう、ダメ、違反したなっていうことで、もう本当に、宿泊施設に留め置かれることがあると。検閲所が用意した。で、外国人であれば、まあ、氏名や国籍の公表を加えて、まあ、日本人でもそうですか。まあ、日本人、外国人、台湾の、区別なく氏名とか、あるいは国籍の公表を加えて。で、外国人だった場合は、在留資格取り消しとか、強制退去処分を受けることがある。ということですね。だから、誓約書、まあ、書いて、それ、その誓約破ったら、やばいことになるよと。もう、外国人最悪、強制退去になるよと。いうふうな。まあ、名前もダパー出して、それ強制退去。いうふうなことをやると。で、誓約書、提出、まあ、書いたの、今、書いたのを破ったというケースですね。じゃあ、そもそもその誓約書書かない。俺やんないよと。俺、誓約書書かんよって言った場合は、宿泊施設なので、14日間、待機するよう、検疫所が要請するということなんですけども、これは、何ですかね、法的な拘束力があるんでしょうかね。過去がか、まあ、書かなかった場合、強制的に入れるよとか。まあ書いて、まあそれで破ったら、その制約破ったら、まあここでは多分破った場合は、そういうふうな罰金なんぼとかじゃなくて、もう名前出すよと言って、まあ、この家の近くに行くなとか、なんか言うかもしれませんね。それはそれですごいですね。検閲所がやんないんであれば、まあ14日間待機。まあ制約書を書かない。まあ、書こうか書く前が14日間。まあ、とりあえず、じっとし、してるっていうのが、なんて言うんでしょうね。まあ、この、今置かれてる日本の現状を、まあ、踏まえれば、まあ、それやらなきゃいけませんよね。日本人、外国人限らず、まあ、人としてやらなきゃいけない部分がある。広める可能性があるんで。と、まあ、そういうことで結構厳格化してきましたね。名前を出すとこまで来ましたか。まあ、このご時世だから、しょうがないっちゃしょうがないかもしれませんけどね。まあ、とにかく、その、受け入れですよね。受け入れ。受け入れをも原則禁止する。これが、まあ、大きな一歩だと思います。それで、まあ、やむを得ない場合、入ってきたら、もう、公共機関だとか、そういうふうなところを使わない。2週間は、家にいるなら家でじーっている。まあ、宿泊施設にいると、宿泊施設にじーっているとか。まあそういう風な感じになるんでしょうね。まあまあそれぐらいの措置は必要だと思います。必要だと思います。だからね、まあ外国から日本に入ってくる人は気をつけてください。十分気をつけてください。まあ14日間の隔離期間得れば、まあなんとかなりますから、その14日間はなんとか把握しばって、まあ我慢する。そういう風なことが求められますよね。まあね、GoTo トラベルとか、そういうふうな、私今回、させていただき、GoTo トラベルは全然適用はされませんでした。当たり前ですけども、適用なしで、それ、分かってた上で行きました。分かってた上で行きました。なんでね、もう、イメージ、感想としては GoTo トラベルいらないですね。いらないです。いらないけども、その代わり、その、行動制限、行動にある程度、その、そういった飛び道具使わないんで、行動ある程度こう制限されるというか制限できちゃうんですよね。制限できちゃうんで。そうしたら、その制限内の中でどうやったら景気刺激できるかって言ったら、消費税の廃止しかないんですよ。早くそれ言ってください。で、あと医師会だとか、分科会のまあ、偉い人たちが、まあ、言ってるじゃないですか。消費税廃止なんて言葉一言も言ってませんからね。この人たちが消費税廃止を望むって言うんであれば、あ、本気で言ってるんだなというふうなことがわかりますけども、この分科会だとか医師会の人、消費税廃止、今後、言うか言わないかで、あなた方の
本気度がわかります。なんで私こんなこと言ってるかっていうんだったら、いや、なんでこんなこと言ってるのかがわからなかったら、私の動画を見てください。散々言ってますから。だからここら辺ちょっと注目して見ていきたいと思いますね。それを言わない限り、あなた方の言ってる言葉、我々日本国民の心には染みてきませんよ。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニャナ。